て fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね。チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘナヘナカッパ。チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が。チャラヘチャラ。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らぬ、行ってみるか。孫悟空とも違う。孫悟空でないとしたら一体。ほう、手ごわそうなやつがいるな。もう少し探ってみるか。ほう、手ごわそうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。チャッ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 なんだこのパワーは。
カロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみればこいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん、戦闘力322だが所詮俺の敵ではない。貴様俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるな。なんだこいつのパワーは。行け、どうや。ふっ、ちょっと追加し、踊れ。ちょっと追加し、踊れ。ちょっと追加し、踊れ。ガッツァ、はっ、踊れ。ふっ、踊れ。その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞカカロットよ。父親にそっくりだ。ん？カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところには
お前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな、そこを攻めたいのだが、そこで思い出したのがカカロット。お前が三人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませ、カカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ。ご飯は絶対渡さねえ。どうした、うじけついた。おめえなんか兄さんでもなんでもねえ。ところで貴様、尻尾はどうした。なんということだ、愚か者め。そうだ、消えたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅してくれた。そんなことはさせねえぞ。その程度の力で息子は守れんぞ。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。てっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。
その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし。ね。サンキュー。おい。あ、ヒントンよーい。待ってるよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。無事で行ってくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。ん？警戒信号が。戦闘力710。と何？あのガキだ。クソ、反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりマギーのほど知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。いや、勝負ってのはただ強くいいってもんじゃねえさ。こいえ、何したことだ。おだその程度の力には仲間に死ぬのはやめる。ただの足手まといになりそうなんでな。どうだ。
様らが死ぬのも時間の問題だ。少しずつ攻撃を強くしていってやるぞ。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼光殺法。ふん、しつこいやつめ。お遊びはこれまでだ。貴様だけだ。どっちが先に片付けられたいかの相談にもしていたのか。これでつもりはねえし。やるなおめえ。やっほー。あえっ、プレゼントだ。もうお
遊びはこれまでだ。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。おつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。それそれもっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。くそ、この俺が
こんな奴らに。つまみやがり。まさかカカロットのやつか。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。な、何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、はるか宇宙にいる俺の仲間二人に、この俺がやられたことを知って、その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間に せいぜい なるほど。そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構いや、まあな。でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。た、あ、の、あ、あ、うわ。悟空、消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。